皆さんこんにちは。この番組は企業子育てビジネスについて起業家井桁千恵子とスタッフの藤原がゆるくトークする番組です。はい、今日も始まりました井桁千恵子のゆるトークの最新回です。はい、今日は私ちゃん、はい、ありがとう。初めまして。そうだね、初めまして。初めましてなんですよ。さとこちゃんのちょっとさ、はい、軽くそう、自己紹介してもらえる？はい。はい。私は CEO キッズアカデミー講師でもあるんですけども、男の子4人、3歳、小学校1年生、小学校5年生、中学校2年生の男の子4人のママをしていまして、今は夫の駐在でドイツに住んでます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう、さとこちゃんはね、もううちの、はい、講師としてもすごく活躍してくれてるし、4人のね、子育てをしているっていうのも、男の子、はい、それも男の子ばっかりっていうのもすごいし、あと、あれだよね、以前、ほぼさんだったんだよね。あ、そうなんですよ。独身時代はほぼさんしてました。あ、じゃああれなの？何？結婚したら、ほぼさんはしてな、もう辞めちゃったわけ？そうなんですよ。辞めちゃって、結婚してからはベビーマッサージ講師ですね。まあ、赤ちゃんとママさんのサロンを、まあ、自宅で、開催したりしてました。じゃあ、もともとじゃあすごい子供が好きなのね。もう大好きですね。へー。もう、なんか、そう、4人育てても、なんかもう、まあ大体3歳、4歳離れてるんですよ、うち。なので、すっごい子育て期間が長いんですけど。長いね。なんかもうびっくりするぐらい、その3歳までたっぷりやっぱり、もう、かわいいってなるんですよ。みんなそれぞれ。うん、おー。え、3歳以降はどうなっちゃうの？あ、はなんか、あ、まあ、もちろん可愛いんですけど、なんかその、3歳ぐらいまでそのたっぷりやっぱり愛情注ぐと、もう赤ちゃん帰りとか、その、そういう、なんていうんですかね、意地悪とか一切ないんですよね。なんかすっごいやりやすい。あ、なるほどね。あ、でも確かにそうだよね。でも、そういう意味ではもう本当子育てのプロだしさ、逆になんかね、教えてもらえることが結構いっぱいあるんじゃないかなと思って、パーソナリティ、これからじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、うん、はい、でも実際さ、男の子は、まあほら、ほぼさんだった頃、女の子とかも育ててたわけじゃん、人んちの子たちとか。そうですね。それで、まあ自分は、まあ実際4人の男の子っていう感じで、はいはい、まあスペシャリストだよね、男の子。育てるっていう意味では、ね。そうですね。だってさ、4つの事例があるわけじゃん。はいはいはい、はい。だってさ、4人ともさ、全員かさ、全然違うさ、性格でさ、その中でさ、なんかこうさ、4人のさ、男の子たちがさ、マジさ、おとなしいんだよね。なんか。ああ、そうですね。一応聞き分けはいい方ですかね。いいよね。そうそうそう。ちっちゃい子もさ、全然さ、こう、引き分けなくて、なんか、もう男の子4人だから大変でしょっていうふうにイメージじゃん、やっぱり一般的に。あ、もう絶対言われます。100% 言われます、それ。そうだよね。だってもう、イメージなんか、へえって感じが。そうそう。一般的にはするからさ、でもそれやっぱ上手に育ててるから、ああ、やっぱプロなんだなと思ってさ、見てたんだよね。ああ、ありがとうございます。なんかさ、こう、あれなの？どういうふうに、なんか、うちもさ、まあ私男の子しかいないからさ、なんか、あれだけど、ね、どういう感じでさ、女の子と男の子ってやっぱ、あれなの？違うの？あ、なんか、やっぱり脳の作りが違うとか、その人間の本能的なことで違うっていうのはあるとは思うんですけども、私、結婚してから子育てして、まあそういうママのサロンとかもたくさんの本当に、何千人以上のママたちと接してきて思ったのが、やっぱり、その、なんて言うんですかね、今の情報にもう翻弄されてるママたちが多くて、男の子だから、女の子だからっていう縛りと、なんか、あそこはできてるけど、こっちはできてないとか、なんかもう振り回されまくってるんですよね。でも、うちは、私が勉強してきた中で、まあ、心理学とか、主に、
勉強してきてるので、うんうん、4人本当にバラバラなんですよ、性格。うん、だよね。だから、うん、そう、だから、あ、長男にはこの言葉を言っても三男には響かないとか、うんうん、次男に言っても四男に響かないとか、もう絶対あるんですよ。なので、うんうん、 そうだね、その、このパーソナリティに合った、この子はこう言ったら動くだろうとか、やっぱその子のタイプに合わせてやることで、なんか男の子だからっていう縛りより、うん、その子に合わせたっていう。そうだよね。確かにそれはね、うん、そうだよね。やっぱジェンダーのギャップっていうのがさ、ほら、やっぱ日本でも問題に、日本がその世界的にもやっぱり低いっていうかね、うん、すごいそれがやっぱり、あるっていうのはさ、もともとその育て方で、まあ男の子だからこうしなさいとか、女の子だからこうやって、なんかね、家のことやりなさいみたいなさ、そういうなんか洗脳がずっとあったじゃん、私、うん。ありました、ありました。根強いです。ね、うん、根強いよね。あれってもうなんか結構染みついてるからさ。いや、そうなんですよ。もうやっぱり。笑っちゃうけどさ、なんか昨日さ、私、うちに、旦那の友達が来てたの。うんうんうん。うん。それでさ、私ちょうどさ、ズームのミーティングしてて、うちのスタッフからに、うん、あ、今、うちの旦那の友達来てんだよね、とか言ったら、え、千恵子さん、なんかお茶とか出さなくていいんですかとか言われて。出さねえ、出さねえ、勝手にポテトチップ食ってるからみたいな感じでさ。あ、もう日本の感覚だとね。そう、でも私一大イベントみたいな。そう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 、ちゃんとなんかおもてなしみたいな感じもさ、うんうんうん、しなきゃいけないみたいなさ、やっぱり、こう育てられてるじゃん。だから、でも実際、はいはいはい、私も最初に、やっぱ国際結婚した時に、うん、あ、なんか、そういうのやらなくちゃっていうか、今までのその、日本の、うん、日本で結婚してた日本人の人との時との習慣が、ちょっとやっぱ根強いですよね。そう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 。やっぱあったから、うん、だから、そういう意味ではやっぱり、男の子だから女の子だからみたいな洗脳っていうのがさ、やっぱもともと私たち強い人種だよね。いや、本当そうなんですよ。もう私も、やっぱりその、子育てしていく上で、うん、まあ自分が惚れるぐらいのいい男に育てたいのは、まあまあ、もっともっとあるんですけど、でもそれ以上になんか、一人よがりでもダメじゃないですか。なんか、もう私の子も最高だけで、なんか嫁に対してね、なんかお母さんのことは大事にするけど、嫁に厳しいとかでも、コンバツメントだから、やっぱり最初はお嫁さんに、そう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 、お嫁さんに、もうお母さん育て方最高ですを目標にしてるんですよ。確かにそれはそうだね、うん、そうで、そうなるとっていうふうに逆算していくと、うん、やっぱり私もそうですし、みんなそうだと思うんですけど、うん、やっぱもう根強いんですよ、親の姿っていう。そうね、母親になって、うん、そうだよね、お母さんの育て、うん、だからさ、日本の男の人が悪い悪い、うん、悪いっていうかさ、世界的なレベルで言ってあんまりモテないのは、やっぱお母さんがそうやってさ、まあ育てちゃったじゃん。そうなんですよ。何にもやらせないようにさ、やっぱ育てちゃったっていうところがさ、やっぱ昭和のもう欠陥だと思うんだよね、私はなんか。いや、本当思いますね。ね。だからもう男の人でほら、それこそさ、エレベーターに乗ったらもうさっさと先に出ていこうとかさ、ああいうのもさ。そうですよね。ね。だからだいぶ最近、こう、緩くはなってきてるんだろうけどさ。そうですね。だいぶね。うん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 。でもまだまだやっぱり、そう、そこがやっぱり、なんか子育てしながら、いやもうねって。まあ、うちのね、夫もまだまあそこまで、なんて言うんですかね、うん、子育てにとかじゃない。そう、妊婦、そうなんですよ。やっぱり仕事してるのが、なんか家族の幸せみたいな、ちょっと、うん、必死。俺が頑張ってるからみたいな、ね。そうそうそう、真面目、うん、真面目な部分があるので、なんかもうそれをそのまま息子たちが、やっぱり大人になってしたらいけないから、うん、もう今日も分担制ですよね。本当それこそ CEO キッズの家事とかも、うんうんうん、もう、うん、初めはやっぱ いやいやするみたいな。なんかもう洗濯物も、なんかプチャッとか言って置いたりとか、うんうんうん、いやいやいやみたいな。これこれさ、うん、みたいな。違うんだよ、みたいな。うん、もう、まあ、あなたたち今これね、ってなんかやらされてる感あると思うから、もう これが自然になってね、やっぱり、奥さんにしてほしいじゃないですか。
まあまあ、当たり前として。そう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 。やっぱりそれからなんかほら、お互いにさ、思い合って暮らすみたいなさ。いや、そうなんですよ。になるよね。だから今までやっぱりお母さんがさ、ちょっとした何、お手伝いさんみたいな感じでさ、家の中で、いろいろさ、世話焼いたりとかさ、するのがこう、なんとなくこう、専業主婦、昭和からこう来たさ、専業主婦でお母さんかもご飯も全部あげぜん、すえぜんで、みたいなさ、なんかちょっとした仲居さんみたいになってたじゃん。だからそれがね、やっぱりこう、みんなでこうして住むんだから、こうみんなで助け合って、みたいな風な感じになっていかないと、男の子のやっぱりね、子育てって、なんかこう、これからのお母さんにかかってる気がするんだよね。いや、本当そう思いますよね、うん。なんかもう私たちが知ってる子育てをしていくともう本当にまたまた負のスパイラルで。ね、そうそうそう。でここで阻止しなきゃならないですよね。本当思います。もうそこを強く私も訴えていきな、男の子代表のママとして、そう。そこは伝えていきたいなと思います、ね。そう。それでさ、結局さ、その、うん、まあ、その、男の子がこれからほら、さとこちゃんちでもう4人育ってって、うんうん、まあ、うちも1人からさ、はいはい、5人の男がさ、うんうんうん、まあ、この、育てかられ方によって、その、自分の子供にも、お母さんにこういうふうに優しくしなきゃいけないよとか、女の子にこういうふうに優しくしなきゃいけないよ、みたいなふうにさ、お手本になるじゃん、うん、結局さ。ああ、そうですね。ね、うちの子たちの子供たちが、うんうんうん、孫に、私たちの孫にあたる子たちがさ、だからそういうね、なんか連鎖をさ、作って今、いかないといけないよね。うん、いやあ、ほんとそうですね。だから、この前、昨日もちょうど、おむつを変えるのね。うん、うちの夫、おむつ変えないんですよ。こらこらこらって感じなんですけど、うんうん、四男坊のね、今一番下が3歳なんで。うんうん、で、ちょうどうんちをしてて、うん、で、変えないといけないっていう動画でこんなこと言っちゃって。うんうん、そうそうそう。で、うん、私お料理してて、あーって、今無理と思ったら、うん、長男がね、変えてくれたんですよね。うんお小遣いやりたい。おばあちゃん感覚で、なんかさ、近づけたらありがとうねと思って。いや、本当だね。そう。いや、それがさ、なんかほら、やっぱ当たり前になったらさ、うん、なんかこう、うん、もうなんか愛されるじゃん、女の人に。そうですね。そうですね。なんかありがとうって、普通に、うん、なんか、なんていうの、こう、心の底から感謝できるじゃん。なんか働いて、なんか金作ってきてんだぞ、みたいな。いや、そうなんですよ。そうなんですよね。マジこの人いないとダメ、みたいなさ、うん、感じに。本当に。うん。なんかこう、ね。うそういう風に育てたいですよね。いや、本当そうだよね。うん。うんだからやっぱそれぐらい男の子育てるときって意識して育てないと、やっぱぼーっと育ててたらダメだなって思いました。わかるわかる。それでさ、よくさ、うん、まあ、独身の女の人がね、なんかもう本当に日本は、ろくな男がいないって、もう男が弱くて、みたいな感じのこととか、言ってるときに、いやいや、でもまあまあ、そもそもね、男は女から生まれてるから弱いですよ、とか言って。そうですよね。そう、だから、まあ、まあ、女より強い男はいないっていうさ、感じで、見とかないといないわよ、とかって。そうですね。確かに。うん。だし、ね、そうそう、男の子を育てるときにやっぱ思ったのが、うん、やっぱ女って出産するから精神的に強いっていうのは思ってたんですよ。うん。うん、だからめっちゃ、なんか病気とかもさ、なんかすぐさ、とかさ、なんか熱がとかさ言うの大丈夫じゃん。そうですよね。もうね。だからね、やっぱりスキンシップはすっごい多めにしましたね。あやっぱ心だなと思ったんで、うん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 、なんかいざって時に、うんうんうん、まあだからベビーマッサージ講師してたっていうのもあるんですけど、あなるほどね、うん、我が子に、うん。で、うち特に転勤があるから、やっぱり仲良くなって、転勤になってっていう、学校長男なんか特に3校変わってるので。ああ、そっかそっかそっか。だからやっぱり、ね。でもそこでさ、なんか基本として家族のところにも絶対的な愛があるっていうのは、別にどこに動いても別に大丈夫っていうかね、その、なんか友達との関係性が一番自分のこう密な関係性みたいになりがちじゃん、うんなんかああ、そうですね。うん。だからその時にさ、やっぱ家族が、こう、仲がいいとかさ、
こう、そういうのだと、うんうんうん、まあ、転勤族になってもまあ大丈夫だよねっていうのはあるよね。うん、ああ、そうですね。そこは本当に。なるほどね、うん。でもさ、やっぱり結局、ほら、保育士さんとかしててさ、うんうん、親の、ああ、この子愛情足んなさそうとかさ、まあ、わかるよね。うん、あります。わかります。私、本当保育士しててびっくりしたとき、やっぱ赤ちゃんでも目座る子いるんだと思いました。え？そうなの？そう。もうびっくりした。やっぱその子は虐待されてた子なんですけど、もう本当にね、中学生の本当グレた子みたいな冷たい目つきをした赤ちゃんを見た時に、もうすっごいショックで、で、その時、まあ赤ちゃんの担当で3人担任いて、まあ、3人で話し合って、この子をとにかくこの笑わせようみたいな感じで、もう常に抱っこみたいな感じで結束したんですよ ね、 あ、なるほどね。で、初めはやっぱりすごい警戒心なく、もうすぐ引っかいたりして、ピリピリしてたんですよ。もう赤ちゃんたちのクラスなのに、うんうんうん、私たちもその子がちょっと動いたらはっみたいな感じで、うん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 、でもこれじゃダメだっていうので、もうとにかく抱っこ抱っこしたら、もう変わっていったんですよ。いや、でもそうだろうね。うん、もうそれを私体験したときに、うんうんうん、ああ、やっぱり抱っこってすごいって思って。うん、そう。でもさ、それさ、うん、そのさ、別にさ、その親じゃなくてもいいっていうところが証明されてんだよね、うん、その結果。そうですね。周りの人にさ、愛されるっていうか、愛される、愛してくれる人が、うん、例えば、全然ほら血がつながってなくても、そうやって保護さんでもいいわけだしさ、保育士さんでもいいわけだしさ、なんかそういう他の人でもちゃんと愛されたっていうさ、そういうね、記憶とか体感とかさ、そういうのによってさ、あ、ここはセーフな場所なんだみたいなね、多分その子はさ、保育園にいる方がさ安全だっただろうしさ、いや、そうですね。だからなんかお母さんもだんだん変わってきたんですよ。なんか、なんて言うんですかね、その攻撃しなくなるから、うん、なんか喜んで保育園行くようになると、うんうんうん、お母さんもやっぱ嬉しくなって、うんうんうん、すごい笑うようになったんです、お母さんも。ああ。ここ預けていいんだ、みたいな。ああ、まあ、こう、そうだよね。お母さんたちもさ、うん、やっぱやることとか多すぎんじゃん、うん、なんか作業が多いから。いや、本当日本はね、本当思いますよね。だからなんか結構もう行き詰まっちゃってる。の中で子育てしてると、やっぱもう子供にね、なんか悪気がなくてもさ、またちょっとなんか怒っちゃったりさ、なんかするとこう、こっちもさ、あーとかまたガクって落ち込んでさ、またそれで、なんかそのアップダウンをずっと繰り返しみたいな育ててる場合の人とか、やっぱ多いもんね。多いですね。やっぱ親がアップダウンだと子供もアップダウンするんでね。そうなんだよね。だからやっぱここのさ、の安定したさ、こう、マインドっていうか、なんていうの、その気持ちの、やっぱり、そうですね。あれを、こう、ね、こう自己、なんていうのかな、こう、セルフコントロールっていうかさ、そういうのはやっぱりさ、まあ、大人も子供も、こう、できるようにしていかないと、うん。いや、本当そうです。幸せなライフに、こう、いや、本当そう。これから。たどり着けないよね、なんかね。そうですね。もう本当これからも AI がどんどんやっぱりね、お仕事とかしていく時代で、やっぱり心ってすっごい、やっぱり大事になってくると思うんですよ。そのロボットのできない面で。うん。やっぱり、そういう心が安定してる人って絶対求められる。今よりもっと求められると思うんで。そう、私もそう思う。ね、うん、だからそこやっぱ意識しながら、あといろんな人がさ、やっぱいるわけだから、うん、それこそ多様性という中でさ、うん、やっぱりね、うん、そのいちいちね、なんかこう人のこう感情にね振り回されてたりとかする、そうですね、やっぱりね、メンタルがさ、やっぱ病んじゃってくるのがやっぱり一番さ、こう嫌だもんね。なんか、いや、そうですね、親子でさ嫌だからさ、やっぱり、ね、なんかこうハッピーな子育て、まあ、するために、ね、そうですね、うん、じゃあまたこれからもさ、そういう話をさせていこうよ。はい、うん、はい、ぜひぜひ、うんうん、楽しいのをお送りしたいですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました、うん。
はい。じゃあ、私たちいつもね、こういう感じで、ゆるくトークしていきたいと思いますんで、はい、また聞いてください。じゃあねー。はい、じゃあねー。